皆さん、こんにちは。ボードゲーム好き VTuber のテトランパトルです。今回紹介するボードゲーム用語は終了条件です。終了条件とは、文字通りゲームが終わるための条件のことです。ゲームによって終了条件は様々ですが、大きく分けると、プレイヤーが特典の条件を満たしたとき、もしくはプレイヤーの状況に関わらず特定の状況が発生したとき、の2つに分類されることがほとんどです。へー。例えば前者ならカタンの終了条件であるプレイヤーの誰かが10点を獲得するが当てはまりますし、後者ならハゲタカの餌食の終了条件である15枚のハゲタカカードをめくり終わった時が当てはまります。終了条件が分かれば勘違いで思わぬ後悔をすることも防げます。しっかりと終了条件を確認してからゲームに臨めるといいですね。